棒ビアと火アトを扱う侍を描いた江戸時代の規範が放落ビア、または放落玉は戦国時代の日本で使用されていた火薬を用いた兵器である。放落ビアとは料理器具である、放落。内しはそれに似た陶器に火薬を入れ、導火線に火をつけて敵型に投げ込む手榴弾のような兵器である。手で直接、もしくは縄をつけて遠心力を使った投擲が行われ、 敵兵の殺傷を主目的とした。付随して周辺の木造部分に引火することもある。現代でいう焼夷弾に似た兵器であるが、爆発力や容器の破片での殺傷が主目的で、炎での攻撃は威力が低かったと思われる。村上水軍、毛利水軍、野見水軍、小玉水軍などの瀬戸内水軍が主に使用していた。火矢と名前がついているが、 丸い爆弾の状のものが多く、そのため砲落玉とも呼ばれた。これらの兵器に対抗するために、織田信長が、久喜義隆に命じて、鉄鋼船を開発させたとされている。西洋諸国のように大型の大砲を製造できるほどに、まだ鋳造技術が優れていなかった。当時の東アジアでは、こうした、動的眼的な兵器が工場船や海戦で、比較的多く導入された。そもそも、 建築物や軍船のほとんどが木製だったため、衝突力を主な攻撃力とする大砲よりも燃焼力、爆発力を利用した攻撃が有効であった。特にヨーロッパの小船が外洋での航海を想定した設計なのに対し、戦国時代の日本の軍船は内海、近海のみの航海に特化していたため、船体の上に大きく防壁を備えた構造であったので、 その隙間に爆発物を投げ込む戦術が比較的有効であった。こうした理由から工場船や水上船で防御施設や船を焼き払うことができるために重要な戦力となった。さらなる発展型として崩落ビアを球場ではなくロケット状にして大筒を用いて発射、さらに黒色火薬の火力を推進力として利用した原始的なロケット弾を指して言う場合もある。 この発展型のラ落ビアは、防備アとも呼ばれる。こうした兵器は、おそらくは、中国の進化比カラスなどの同様のロケット型の兵器を糸口にして作成されたと考えられる。ただし防備アが生まれたのは、慶長年間であり、実戦用の兵器として用いられることがほとんどなかったために、どの程度の効果があったかは未知数である。製作者については、 和漢三サイズは某州の赤石倉之助が考案したとある。防備矢は木製の矢に火薬を詰め上弾として使用した。矢の先端3分の一に、小石、硫黄、木炭、小脳の混合火薬を詰め動火線をつけ発射する、大筒の先端に火矢をはめた姿は、現代のライフルグレネードのようにも見えるがこちらは、発射する弾頭部分の動火線に火をつけるため、仕組みが異なる。 磯田同士の実地調査の報告によれば、甲賀忍者の古文書、毒薬の方17世紀末の記述に、棒屋に毒を搭載して城郭に向かって撃つ項目があり、射程が30兆に達したことが記述されている。例として、広島城下でも範囲は1000メートル四方であり、十分場外から攻撃できたことがわかる。棒屋の登場は、劇的に、飛距離を飛躍させた。ありがとうございます。